全国8000万の J リーグファンの皆さん、こんにちは、バコちゃんですえ本日は皆さんにお詫び申し上げたいことが1点ございます、えー、私、動画の方でですね、今回のイベント、トレーニングキャンプにて、えー、最終日に期間限定で G85 以上ガチャ券がメダル300枚で交換できますと皆さん、お見逃しなくと、えー、散々言ってきましたが えー、画,画面をね見ていただければわかるとおり、えー、残念ながらね、えー、G85 以上ガチャ券ではなく、えー、お気に入りクラブ70以上ガチャ券が最終日に来る形となっていました、えー、G85 以上ガチャ券を楽しみにしていた方、えー、大変申し訳ございませんでした、えー、ここで深くお詫び申し上げます大変申し訳ございません えー、そして運営さん、えー、運営さんはですねそんな1、えー、8 5以上ガチャ券が期間限定で出ますなんて、ね、告知もしていなかったにかかわらず、えー、私なんかがね、えー、85以上ガチャ券だよって生やしたてていて多分運営さんにも被害が被っているかとは思います、えー、運営さん、大変申し訳ございません。 あのこのね、お気に入りクラブ G70 以上ガチャ券も、本当にこれはね、運営さんからの私へのささやきだと思ってるんですよ、東口選手を引きなさいっていう、本当に運営さん、すいません、ありがとうございます、本当に私なんかのために、こんなガチャ券まで準備してくれて、本当、ファンウィジョー選手を引いた時から、もう今まで散々ちょっと行ってきましたけど、もう運営さん、私は大好きです。 本当にもう J リーグファンにはね、もうたまらないこんなアプリを開発させて開発していただき、本当に嬉しく思っています。で今回もねこの G70 以上ャ券、まあ、1500枚でねもう交換できて、まあ、これで本当に東口選手を引かせてくれると、私が唯一ね、ガンバ大阪で持ってない東口選手をここで引かせていただいて、ウ運営さんにはね、本当にもう感謝しかないですし、 本当にありがたいなって感じで、今、東優選手ね、ありがたく聞かせてもらってますね。ふざけるなよおいこれ前も G70 で藤原だったよ、おいはぁ、泣えるわ本当に運営さん萎えるわなんで G85 以上ガチャじゃないの前回だってさ、G85 以上ガチャ券さ、 300枚でで交換させてくれたじゃんで今回なんかグレードも下げてさでさらには1500枚だなんで高くなってんだよはーなえるわほんとなえるわはあーやってらんねえなーあああこれリーグ戦も負けてんだろこれあ分かってるよ命さん、うん、どうせねこれ負けてるんですよはい怒ってた勝ってた,勝ってた 無敗かあなんか反応に困るな強えな無傷の7連勝か反応に困っちゃうなまあえー、明日からですね J リーグクラブチャンピオンシップも、えー、ございますで皆さん気をつけてほしいのはですねそちらではねあのデッキの方が え違いますのであの J リーグデッキといいまして、えー、外国人選手枠が多分ね5つだと思います、あのー、5人しか入れられないデッキとなっておりますので皆さんお気をつけてくださいでねあの J リーグをあまり知らないで J クラをやっててで田中マルクストゥーリオ選手を持ってる方ですね田中選手マルクス選手トゥーリオ選手を、まあ、こちらの方なんですけどもこの選手を持ってる方で、まあ、こちら 田中選手は置いといて、マルクス選手、トゥーリオ選手、この二人は外国人国籍なんじゃないかと思っているそこのあなた。安心してください。田中選手も、マルクス選手も、トゥーリオ選手も、三人とも日本人国籍となっております。安心して J リーグデッキの方にね、組み込ましていただきたいと思います。それではね、今回の動画の方、以上となります。 え、また次回の動画またはライブ配信でお会いしましょう。え、最後までご視聴ありがとうございました。